スローザの国民たち、および客人たち。ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。この命を取れれば当然そこでゲームセットだが、もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合だ。やるかやられるか、お前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない。なんだ今の、ムカつくな。ビンゴ、デンデン虫か。誰からだ。ゾロ、今どこ。ロビンか。王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。兵隊どこ行った。ルーシー、リベッカ無事だったか。さっきまで兵隊がここに。兵隊さん人間に戻ったんでしょ。どんな人。何言ってんだ。あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。よかったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる。イカれる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国よく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。トリカゴはゆっくりと収縮を続けている。中にいる人間を皆殺しにするため。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いにケリをつけるぞ。ねえ王宮に向かおうよ。人様もそこに向かってる気がするの。誰にも渡さねえよ。あいつの形見だからな。おい、何だありゃ。我がファミリーに盾つく者たちは俺が相手になろう。セイク聡明、いまいましい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。見せてやる。遠くの敵は任せてくんだ。全身全霊でルフィ先輩もお助けするべ。俺たちがこのまま真っ直ぐだ。ドミンの元へは行かせない。くそ、邪魔な野郎。これを止めねえと王宮へは行けねえぞ。俺が相手だ。ソプラの野郎、そのどでけえ図体切り刻んでやるよ。これは爪だ。
ぶっ壊せねえだろうが。やっほっやっ、おっと、今の俺は必ず核がある超スーパー、てめえらごときには止められねえよ。おう、あの糸を食い止めんぞ。本体は必ずこの中にいるはずだ。奴の攻撃をかいくぐって顔面を狙うか。胸はつく。蹴りをつけよう。ヌーでなんぼの人間様じゃい。追いかごを押せ。臨場もやっほーやっ胸やっ見せてやる。引け。おっとおっと、お役に立てるなら死して本望だべ。物には必ず核がある。いたぞ。おいお前、その首おめがいただくぜ。ここはドンキホーテの国だ。燃える流走剣火炎。ガチが開かねえ。技で奴の体勢を崩す。よし、今だ。奴の顔面を狙え。ドキに盾つく者は許さん。お前を倒す。迫っているぞ。見せてやる。燃える流星さん、ドンキホーテファミリー、様らまとめて拙者が切り捨ててくれる。助け立ちを感謝いたす。拙者もあの糸を食い止めるでござる。物には必ず核がある。竜の勇気。核がある。竜の息吹。
ショット、すぐに終わる。コンジェクションショット、僕らミンゴを討ち取るんだ。僕らは決して負けやしない。俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。一世界、戦が集まって挑戦世界、三条無線で消えぬものなし、三刀流奥義、一大三千大戦世界。本体は必ず一個体、分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば斬られやしねえ。てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。九千八回、消えぬものなし、三千世界。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。レベッカ、教えてやるぞ。お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットも。銃で死んだ。助けて、痛い痛い。レベッカー、家族を二人も奪われてたまるか。すまなかった、レベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときゃ
瞬で殺してやる。満月トゥルエロアスタージョー。俺を殺しに来たんじゃねえのか。よかったな、レベッカ。父ちゃんに会えて。ドフラミンゴは任せていいか。もちろんだ。一応休憩室だ。ここに何をしに来た。物には必ず覚悟。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。燃える竜双剣。お前が相手しろ。火炎竜麦わら屋、そいつは操られて止めたかった。意識を失うまでぶっ飛ばせ。できるわけねえ。友達だ。お前を倒す。エラミ、くたばるにはまだ早いぞ。ファイオフライ、俺の役に立ってみせろ。あいつを助けたいなら、それを操るやつ、ドフラミンゴを叩け。ミンゴ出てこい。猛獣が吠えてやがる。いいだろ、麦わら。ゲームを終わらせるとしよう。すがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて、俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。
段の冗談。ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなった。死んだ死んだ遅かれ早く。町の人もお前の仲間たちもお前も全てだ。リンゴ、名前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。蹴りをつけよう。それができないって話をしたつもりだったね。悪魔の実の能力、まだ惑星という上のステージがある。能力は稀に覚醒し、己以外にも影響を与え始める。お前を倒す。うわっ、建物が糸になった。パラメシアじゃねえみたいだ。ルフィ、お前はどんどん強くなるな。燃える流装剣。火炎怒らせた。このままだとまずいな。勝ってもお前は手の中に閉じ込めて、こいつも操ろうとするから、俺は息が詰まりそうだ。ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはドフラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エースルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶が戻ってな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至る。
というわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？ああ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。